今、ゴングが鳴りました。はい、鳴りました。ミスター下田井、桜木春です。あの桜木春。ちょっと存じ上げないんですよ、私ですか。はい。桜木春で、はい。ネット検索してください。はい、なんかね、AV 女優が出てきちゃう。それは、まあ違う桜木春で、はいはいはい、はい。この桜木春はですね、CR セクシーフォールっていうパチンコの、ああ、出た。キャラクターです。いやー、さっきまでやってたんでしょ。いやいやいや、さっきね、さっきって言わないでください。はいはい、すいません。そう、ちょっとね、今日のね、収録前に。3枚やったんでしょ。そうそうそう。収録前に寝ちゃってね。はい。はい、これ、打ってこようかなと思ったら、もうね、台がなかったです。ミスタジオがエロい攻撃でね。そうですね。桜木春が引いてますけど。はい。はい。そんなわけで、そのね、桜木春との一戦ですね。なるほど。はい。桜木春、興味あります？どんな人か。ですね。はい。身長165センチ。あ、まあ結構高いですね。はい。でね、妹がいるらしいんですね。6歳年下の。うん、まあ、離れてるっちゃ離れてますね。そうですね。年の離れた妹がいて、うん、はいはいはい。で、おじいちゃんがプロレスやってて、はいはい。9歳の時から、桜木春が9歳の時から、こう、格闘技を習わせてたと。なるほど。チャンピオンにしたかったと。そういうなんか細かい設定がある。そうですね。で、そのおじいちゃんの思いを汲んで、はい。で、また妹をね、大学に行かせるために、プロレスラーやってるっていう。あんま儲かる気しないんだけど。そうですね。ちょっと、そこはでもあれなんです。普段はね、派遣 OL もやってる。ああ、なんか、なんでそんなリアルなんですか。そうですね。設定がね、妙に細かいんですね。ですね。はい。桜木春のエルボー効かないですね。やっぱ調子ですからね。まあ、そうですね。でも9歳からやってるんですけどね、格闘がね。その設定をね、これ収録した時はね、知らなかったんでしょう、ね。ああ、なるほど。そういうのありますよね。はい。はい。お、これはね、今朝方です。ああ、これはね。アナコンダバイスじゃないですよ。違う。角度によってはそう見えちゃうけど、こう今朝方ですね。はい。はい。これは実際にですね、セクシーフォールの、はい。その、台でですね、うんうん、桜井アルが使った技をなるべく使ってます。ああ、なるほど。はい。そういうね、結構ね、大変でした。こうね、ミスターシモ、向きになっちゃいましたね。ああ。ミスターシモ的にはね、桜木春みたいな女の子も結構タイプだと思うんです。なるほど。目が大きい子好きなんでね。ミスターシモ。引いてるじゃないですか。はい。どうでもいいっすよね。どうでもいい情報。世の中でね、本当に。いらない情報ですか。いらない情報のね、ベスト3ぐらいに入りますよ、ほんと。はい。で、試合の方ですけど、まあ、はい、やっぱ男性と女性っていうところで、ね。まあそうですよね。はい。ミスたちも体ごといきましたね。わー。ちょっとエロい感じでいきましたけど。そういうとこありますからね。いや、言うほどでも、言うてもそんなエロくないですよ。あ、でもまた狙ってる。わー。また避けた。そうですね、これはもう。お、必死で避けてました、ね。これはひどいね。顔面に。そうですね。エルボーですよ。まあちょっとね、ゲーム上、しょうがないんですけど。あ、出た！コブラツイスト。ね、なるべく体の密着する技をね。そうですね、選んでますね。そうですね、フォークダンスとかでしかね、女の子とね、そう接近できなかったですからね、学生時代は。そうそう、もうね、ここぞとばかりにね。なるほど。密着とか高い技、やってますね。まあ、一進一退でしょうね。お、ドラゴンスリープ。これはね、私も食らってみたいですよ。お、ちょっとね、エロいですね。なんかそう、エロい目で見ちゃうと、この試合ちょっとね。すいません。はい。まあ、まあね、男性と女性です。お、お、ラッシュラッシュ。これですか、格闘技、バックボーンの。なるほど、来ましたね。出ましたね。お、なんかアピールしてますよ。なんかやります大技出ますね。お、お、これはジャーマンスープレックス。これは綺麗に決まってますよ。根こそぎぶっこ抜くって言ってやりますからね。そのパチンコだと。ね、はい。ね、意外とね、あれでね、フィーバーするんですよ。おぉ。お、これは、すごい。持ち上げましたね。そうですね。ミスターシモを、いい場所に設置して、これは、フライングボディープレス。ああこれね、パチンコでもね、失敗するとね、お腹を耐えて痛がるんですね。それを再現しました。なるほど。はい、これね、セクシーボール打ったことある人なら、あ、わかるわかるって。なると思うんですけどね。人気の台なんですかそれ。まあ一応、まあ、それほど、それ、そこそこ。ああ。ただ、私の動画の、まあね、視聴者とね、層が被ってるかどうかはわからないです、ね。そうですね。下取りラ行きますよ、下取りラ。お下取りラ行っておあこれはハリケーンラナで返した。うまいですね。そうですね。いやなんかポーズ決めましたね。これは技が出るんじゃないですか。リング降りましたね。何するか？ガサゴサやってます。これは、
これはマーベラスチャージ。なんすかそれ。まあコスプレです。あの、説明しないとわかんないと思うんですけど、はい、桜木春は、はいはい、そのパチンコで、コスプレすると強くなるんですよ。なんだかな。はい。で、これはね、ポールダンサーですね。ちょっとわかりにくいですよ、ね。ああ、なるほど。はい、ポールダンサーの衣装です。はい。ミスター足元を呼び込んで、お、これはポールダンサーっぽい。そうですね。そうですね。ロープを利用してのキック。はい。から、デジャブ。ああ。ぐるんぐるん巻く。ぐるんぐるん巻く。はい。これね。はい。全然あれですね。喋んないですね。これから、はいはい。あのね、必殺技に繋いでいくんですよ。そういう技なんですね。そうなんです。繋ぎの技ですね。はい。ここから、フライングボディープレス、今度は決まった。決まりました。これが決まると、パチンコ的にはもう、フィーバーなんですけど。あ、もう、確定ですか？はい、確定なんです。さらに、こっから、何が来る？必殺技の、ノーザンライトスープレックス。来たー。はい。今、ね、ちょっとね、カメラアングルはちょっとね、大人の、ちょっとね、大人の気遣いで。決まったー。はい。